監督も今一生懸命ビデオをご覧になってましたが、まず掛布さんの方にちょっとこの松井の印象を伺いましょうか。ちょうど僕は3日間ぐらい見せていただいたんですけども、まずびっくりさせられたのは、その軸があまりぶれないで駒のように回ってボールをすごく遠くへ飛ばすというですね、特徴があるタイプの選手なんですね。で、どちらが先か分かりませんけど、軸をぶれないために選球眼が良くなったのか、選球眼がいいから軸がぶれないのかっていうのはね、分かりませんけど、ですからそういう意味で非常にその打ち取られた時にあまりその無様に自分のバッティングの形を崩されてですね、凡打するということが僕は非常にその少ないタイプのバッターのような気がするんですけどもね。そのバッターにとって軸がぶれないっていうのはこれほどいいことはないわけでしょ。ですね、ですからこれはね、どこでそういうふうに、ですから自分がそれをするために我慢しなきゃいけないという我慢を覚えたのかですね、ですからそれはどちらが先か分かりませんけども、そのバッティング練習、シートバッティングだとか高圧線に入ってもその姿勢っていうのはですね、全く変えるところを見せませんね。それにそのびっくりさせられましたね。江川さんは実際に松井選手のバッティング練習に投げましたよね。投げさせていただいたんですが、私は宮崎来る前ですね、報道で非常にこう打球が飛ぶという報道がありましてね、相当そのスイングが大きいんだろうと思って入ったんですよね。店にいただいたんですが、これ投げてみたりそれから見てみたりするとですね、スイングがなんていうんですかね、振り幅が非常にこう狭く感じるんですよ。それだけ鋭いんでしょうけども、ですからその普通のホームランバッターっていうのは振り幅が今までは大きかったのに、非常にスイングがこう狭い幅で鋭く振るタイプなんですね。ですから投げてましてね、打球がこうやって入ってますよね。ところがその打たれた瞬間の角度っていうのはライナーでこうフェンスに当たっているような感覚の打球なんです、飛び方が。それが入っちゃってるわけですよね、実際には。だからちょっと今までのホームランバッターとはちょっと少し違う感じが受けたんですよね。監督、今お二人はそう言ってますけども、はい、監督の立場でいろいろ論評するのは難しいと思うんですが、できる範囲で一つお願いします。お二人の指摘通りね、やはりやっぱり軸がぶれない、そのぶれないのが階段を生んだ最後の畳のフォローね、あるいはボンダでも全くね、フォーム的にはこの姿っていうシルエットがね同じなんですよね。ですから打球を見ないでね、後ろ姿ばかり見てますと、これヒットなのかホームランなのかあるいはボンダなのかわからない。これがやはり松井選手のこの18歳のですね、年齢にしていわばフォーム的に見るならばやはり完成に近いという、大変末恐ろしいそういう素材であるということはね、この時期に言えると思うんですよね。ただ今江川君が投手という立場でね、非常に振り幅が小さいシャープであるという話をしましたけども、我々バッティングの方の専門的に見るならば、もう少し懐が大きくてね、あってもいいんじゃないかなっていう感じはあるんですよ。ですから1、2の指摘点はあるけども、今はねまだまだあれだけのフォームがもう確立されたもので、そのままどんどんねスイングすることによって体が出来上がりますから、なんて言ってもあれだけの大きい体にしてもね、18歳の体ですからね。ですからもう3年後にしたらね、大変な、ね、肉体ができますとね、これはもう末恐ろいバッターになりますね。掛布さん、今監督の方からそういう話ありましたけど、ですから先ほどこの番組の前に江川君とちょっとお話したんですが、本当のそのプロのピッチャーがですね、崩さない軸を崩そうと思って投げてくるボールは、インハイのボールを非常に多く使うんじゃないかというようなことを先ほど話して、その時の対応の仕方によってですね、非常にその松井君がその1年目からすごい数字を残していくのか、また3年目に監督が言われたようにですね、もっともっと大きな花を咲かせるのかっていうのは、僕はここを疲れた時の松井君の対応というのがね、僕は非常にこれから楽しみに見てみたいというようなことを江川君と話したんですけどね。そうでしょうね。ですからそういうインサイドの近め、しかも高めの球ね、当たりがうまくバットのコントロールによってね、それをね対応できるかという、それだけのスイングの幅がね、今はこうやって内々の戦いですから、これがやっぱり実戦になってきますとね、かなり厳しいところも投げてくるでしょうし、その厳しさに対応するものは、なんて言っても、昨日だったかな、張本君とね、いろいろ話したんですがね、
やっぱりあの軸がぶれない。で、あの右足のね、左バッターのあの軸から右足のステップするね、約スパイク1足分くらいの、これは理想のステップなんですよね。これは今の若い世代にあれできないってことなの、うん、上半身の右肘が絞るバットがレベルスイングする回転、そういう上半身の枝はね、割合修正によってね、できるんですが、ところがあのステップだけはですね、かなりの歳月を、分かるでしょ、なかなかね、練習ではできる、いざ実践になるとこれがね、これだけのステップがね、トリプルにも広がるという、これが我々の悲しいね、修正でしょ、これがね、完全に今完成されてという、この大きな大きな利点があるわけですよね。そういう意味では、うん、我々が考えているほど、うん、ここ疲れても、うん、その軸を崩される心配は今のステップさえできていれば、うん、大丈夫だという、でしょうね、ことですね、うん、あるんじゃないでしょうかね、そういう期待が持てるんじゃないでしょうかね。一つだけいいですかね、どうぞ。あの一つだけ気になっている点があるんですが、うん、非常に振り幅が狭くてもう鋭く振りますんで、飛んでるんですね、ただし本当のまあ波という言い方にしていいか分からないんですが、うんうん、アベレージなピッチャーのボールは僕はあれでもう完璧に打てると思うんですね、ただ本当に速いピッチャーと相対した時に、それを弾くだけのあのスイングの幅っていうのが今監督言われました通り、もう少しところが深い方が打てるんですよね、この反発というのがあの振り幅で果たして勝てるのかどうかっていうのは僕はものすごく楽しみなんですよ、本当にすごいピッチャーが出てきた時のまっすぐを跳ね返すために今のスイングで果たして跳ね返せるんだろうかっていうのは僕ものすごい興味が今あるところなんですよね、それはそうでしょうね、まあですから、これからまあ実戦に入って各チームのですね、やはり140台あたりの球威に対してね、どのくらいそれがバットがね負けずにインパクトに迎えるかどうかという、そういう興味は我々 ね、バットマンとしてはそういう興味を持っているな、これはやはり一試合一試合の経験ですよね、そこにやはり結果も出てくる、良かった悪かったというその反復でね、やっぱり悪ければ悪いなりにそういうすぐね、反省するその速さがね、これは中畑コーチ言ってたんですが、非常に速いんだそうですよ、一応知って銃をね、その対応できるという大変なそういう対応の、ね、広さを持ってるっていう話してましたけども、ですからことを打つに関しては、やはり今のままでいいんじゃないかなっていう感じは持ってるんですね。触りたくない素材ですよね、だからまたね、奥まで触ると何かそういう怖さがね、そういうね感じる、ですから大変なねやっぱり存在として大きい感じを受けてますからね、